俺の区間は AWM。はい、どうも、スコルです。今回はですね、まあね、一つ、ニセマラ今回ね、いっぱいあるんですけれど、一ついっぱいどちらも、まあ、あるんですけれど、まあ、いくつかあるニセマラのうちのですね、一つ、それをちょっと研究していこうかなというふうに思います。今回はですね、このデイリーブッシュのやつですね、まあ、デイリーバトル、毎日2位のモードに参加することによって、まあ、クリアできるこのモードですね。まあ、まあ、書いてる通り、レベル5以上っていうのは、まあ、説明文に書いてるんですけれど、どう端末制限があるのか、そして本当にレベル5以上なのか、その部分をですね、早速検証していこうかなと。で、あと任意のモードに入る、まあ何でもいいよってことだと思うんですけれど、どこまで入れば OK なのかっていうのを、まあ、検証していこうかなというふうに思います。それでやっていく。で、まあ一番早い方法を探す上で、まあ戦闘に入ったという扱いになればいいのか、それともそのちゃんとクリアしなければいけないのか、この二つどちらかなのかっていうのをちょっと見ていきたいと思うんですけれども、まあまずですね、団体ですね、入るじゃないですか。こうやって団体に入ってで、まあ、すぐ抜けたらですね、これで入った扱いになるんですけれど、これでクリア扱いになるのか、これまず見ていこうかなというふうに思います。はい。これ入るじゃないですか。これ入るでしょ？これ入ってこれも抜けるんですよ。これでいつもはクリア扱いになるんですけれど、これで、あ、なりますね。むちゃくちゃだな、これな。むちゃくちゃじゃねえか、ほんと。なるじゃねえかよ。むちゃくちゃだな。これなるんだ。すごいね、これね。ほぼないようなもんじゃんね。そしたら。オッケー、じゃあ次ね、笑うんだけれど。むちゃくちゃじゃねえか。これじゃあ団体入って抜けるやつめちゃくちゃ増えるじゃねえかな。じゃあ次ね、違うキャラに切り替えて、同端末制限があるのかないのかですね。試してみようかなというふうに思います。はい。これ毎日弾けるとやばいね。うん、軽くやばいよ。うん、入っておけるですね。次のキャラの方も入ってまいりました。はい。こちらですね。こちらのキャラでいけるのかどうか試してみようかなというふうに思います。これでまた団体入って抜けると。ね。ぬるげーすぎるんだよな、マジでね。長い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 。これ、いつも思うけど、これ長いんだよな。うん。これでですね。つか、これさ、あれ回せるの？ログインボーナス。これ多分、同端末制限あるよね。これ、高級の方は同端末制限あるんだよね。こっちにあるのかどうかだよ。こっちにあるのかどうか。これで抜けると。入って抜ける。もう楽勝すぎるんだよね。マジで。これ、回せる？あー、これ同端末制限ある。これ今回。ありますね。同端末制限。なるほど。まあこれね、まあ、アンインストールしていけるのかどうかね、試しておきましょう。はい。はい、というわけで、アンインストール、再インストールしてまいりました。これで回せるのかどうか、試していこうと思います。さっきのキャラと同じキャラですね。これで回せるのか。あ、回せますね、全然ね。全然回せますね。回せるみたいなんで、まずレベル5キャラをね、既存で持たれている方は、この方法でされてみるといいと思います。まあ今あるですね、栄光物資のリスマラあると思うんですけれど、それとまあ並行してやっていくぐらいの感覚が、まあ一番いいのかなと。これも回せる？回せますね。まあ今あるね、そういう栄光物資のリスマラも、アンインストール、サンインストールですね。まあこちらがまあ必要となってきますので、まあそれのついでにね、これね、このマスクのやつ。まあ、これとついでにね、並行してやっていくと、まあ、栄光2回と、まあ、高級10回が回せるみたいな感じになりますんで、まあ、それはそれでいいんじゃないかな、というふうに思いますね。はい。で、次ですね、新規で作ったキャラクターでも、新規で作ったキャラクターで、レベル5を達成したキャラでもですね、リスマラすることが可能なのかどうか、これをちょっと今回、追加でやっていこうかな、というふうに思います。で、早速キャラの方ですね、作ってまいりますね。はい。はい、というわけで、新規のキャラ作ってまいりましたので、このキャラで連想回してですね、ちょっとまあ、早速、レベリングの方をやっていこうと思います。
はい、というわけで、アンインストール、再インストールした端末の方はですね、こちらに先ほどのキャラ入れて、まあ、実際その回せるのかどうかやっていこうかなと思います。まあ、この高級も引いときましょう。ついでにね。まあ、これは引けるでしょう。おそらく。うん、これもまず引けると。これが引けて、プラス、あれですね、栄光無料が引けるのかどうかですよね。うん、こっち、お、なんこれなんこれ。なんや、なんや。むちゃくちゃになっとるぞ、これね。拡大しすぎやけん。ね、ウェーって伸びとるやんな。これが引けるのかどうかですね。まあ、一回ちょっと団体に入って、抜けないといけないので、まあ、それがちょっとめんどくさいんですけれど、それをちょっとやっときましょうか。団体入って抜けると。入って抜けるだけで OK です。それ大事っすよね。めっちゃ、大事ってか、ま、楽っすよね。ほぼないようなもんだもん。じゃあ、ログインでいいじゃんと思うもんね。団体入って抜けて OK だ。別にそれでよくないみたいなね。団体入って、あはは、端末押しとるけん。なる？そんなんある？ね。これ入って、抜けましょう。バトル戻ってね。はい。これ、いつも僕がね、普段使ってるスマホなんで、iPad じゃなくて、ね、チャレンジタッチじゃなくて、いつも使ってるスマホなんで、戦闘もね、超久々に入ってますからね。まあ、これで抜けまーす。これで抜けてやっていけるのかどうかですね。抜けてから、うわ、引けますね。これでアクティブになってますから、こっから引けない時もありますからね。行ってきまーす。あ、引きますね。これで引くことできますんで、まあこの方法を使ってですね、皆さん、偽マネされてはいかがでしょうか。まあアンインストール、僕がね、やるとしたらこのね、あの、あれがあるじゃないですか、今。トレーニング勲章の方ですね。レジャーの方をやりながら、レジャーの偽マネをしつつ、サブタンアンインストールして、サブタンの再インストール、アンインストールが終わったら、まあその、こっちの方で、まあ栄光勲章をね、2種類回していって、で、それでからですね。まあ、その、アンインストール、再インストールの合間に、そのタイガー&イーグル、これの偽マネをしていく。そういう風にやっていくと思います。その2種類の2つの端末を使っていくことによって、どちらの偽マネもコンプリートしていく。そういう方法をね、多分ね、今回は僕はすると思いますんで、それでね、まあ、ワンちゃん神引き決めてみせようかなという風に思いますね。はい。まあ、毎回僕引いてますんで、今回も結果を出せるように。R スポーツプロ、やっぱ結果をね、求められてますし、まあ、僕もね、まあ、なるべく出したいなと思ってます。まあ、僕はあんまりね、結果は気にしてないんですけど、皆さんは必要でしょうから、特にライブを見ている皆さんは必要だろうというふうに、まあ、思いますので、そこら辺もね、出せるようなやり方、これを思いつきながらやっていこうかなというふうに思いました。こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知の方よろしくお願いします。Twitter やってます。フォローバーしろと言われたらフォローバーしますので、よろしくです。TikTok、ビルダム、そちらの2つやってますので、そちらの方もよろしくお願いします。ミルダムの方で全てのライブ、ニセマラライブなどもやってますので、ニセマラの恩恵得たいなという人は、ミルダムの方来てください。よろしくです。まあ、あとですね、YouTube コミュニティ欄とミルダムの方でですね、無料クランロゴ作成企画の方もやってますので、そちらの方もよろしくお願いします。チェックしておいてください。LINE の方で動画の通知や最新情報の方をお届けしておりますので、そちらもよろしくお願いします。サブチャンネルの方でもぼちぼち動画上げてますので、そちらもね、ご視聴していただけると嬉しいです。そんな感じです。それでは。まあ、というわけでですね。まあ、久々にちょっと、まあ、この動画が終わった後、この辺の方ね、チェッとしていこうと思います。これ結構ね、俺結構勘違いされるんですけど、最近してないでしょって言われるんですけど、俺しとるからね。うん。まあ、結構入った時に、結構、コメントをね、返信して、まあ、落ちるみたいな。ちょいちょいその入った時とか、まあ、ちょっと遊んだ時に、まあ、一列二列ぐらいしてね、まあ、やっていくみたいな。まあ、そんな感じで、まあ、毎回やってますんで、まあ、欲しいなっていう人は、ま、諦めずに、コメントしていただけるとね、こうやってまあ僕返すると思いますんで、まあしていただけるとありがたいです。まあ結構、僕もね、ちょっと最近、時間がなくてね、返せていない時が、まああるんですけれど、なるべくちょっと、やっぱ返せるようにね、コメントになって登録してくれたら返すよって書いてるけん、まあ、嘘は僕つかんですからね、返せないことは僕言わないんで、できないことは僕言わないんで、できないのであれば僕消しますからね、あれするんですけれど、まあこうやってコメントしてますんで、ちょいちょい。まあ欲しいなという人は、こうやってやっていただけると嬉しいですね。まあツイッターとかでコメントくださいとか言われても僕ちょっとね、結構忙しい時多いんで、返せなかったりとか。僕ツイッター結構おるんですけど、別にその暇だからね、おるわけじゃなくて、仕事の合間とかにちょっと待つ時間があって、ちょっとおるみたいな、まあ、そんな感じでやってますんで、決して暇ではないんですよね。うん、ちょっとなんか例えば連絡の合間とか、ね、ちょっと、話しおる間の合間とかに、その返しおるだけで、別に暇人ではないですね。ニートではないんで。そう、ニートだったらマジでよかったね。マジでほんと、地主のね、息子になりたかった。マジで。地主の息子。だったらだってさ、ニートになれるじゃんね。ニートで、こいつすごいな。やば。ね、それなれるわけじゃないですか。働かんでいいのであれば、
ね、それに越したことはないですけど、まあ残念ながら、そういう家庭に生まれませんでしたので、まあこうやって、まあ働きながらね、まあいろいろ動画編集とかして、まあ、小銭稼ぎつつですね、まあ普段からやっていると、まあいった感じなんですけれども、そんな感じで毎回やってますんで、なかなかちょっと、ね、ツイッターとかこういうコメントもそうなんですけれど、まあ、YouTube でもそうなんですけれど、まあ見るでもそうですけど、まあロゴ作成とかもそうですけれど、まあできてないものってのはないのは申し訳ないですが、まあ僕のできる範囲で最大限やらさせていただきますし、まあできる場所で僕やりますんで、できない場所で言われてもちょっと僕できないですし、できる場所で言われて僕が反応できるのであれば、必ず反応してますんで、まあよろしくお願いしますね。まあ見るでもとかでもね、よくね、全然時間関係ない時にロゴ作ってくださいみたいな感じで言われるんですけど、いや、やってない時に言われてもしないんで、ただまあその、やっとる時だったらちゃんとその、条件満たしていただければ、しますんで、よろしくお願いします。まあ見るでもは毎回そのクイズ出してるんですけど、ライブ上で。そのクイズの正解者ね、一番最初の正解者に作ってる感じで、まあその、よう来とる人はね、もうなんか、5枚も6枚も作ったりとかしてますんで、まあそんな感じで、よくて来ていただければね、作りますんで、よろしくお願いします。まあ、うるせえな、マジなんか、言えるな。まあ、そんな感じで、やってますんで、まあ、皆さんよろしくといった感じです。はい。まあ、コメントもこうやって返しますんで、よろしくです。そんな感じです。それでは。